放送局と某芸能事務所の闇の関係が暴露されてしまう。やはり放送局とは悪魔の装置なのかもしれない。魔の7回。ハロー YouTube。下根塚さんのニュースの猫川にゃ、今日もレ、ね、ッドブカ闇ニュースをお送りいたします。質問コーナー、お味噌さんの本業は何ですか カレー占い師です。カレーを食べてその感想を言い、その感想を聞いた人が拡大解釈して自分の人生を見つめ直す職業です。キャメレオン味噌柄の中でまで占われたい人コメント欄で募集します。今日はですね、本当に悪いのはあいつらだよね。話していきたいと思います。つってんねということでね、やっていきましょう。某有名芸能事務所。ちょっと待ってよ事務所。 あなただけ見つめてる事務所の話でございます。あなただけ見つめてる。ま、すごい勢いでね、CM バンバンなくなって、事務所の名前も今度変えるとかね、ま、あそう大変なことになってるあの事務所なんですけども、あの涙の記者会見の3日後に、元社長のめいっこちゃん、ね、ジュリコが、下の根も乾かないうちにメディアに圧力をかけていたことが判明しました。テレビ朝日さんに対して、まあ、今後はいわゆるこの、ちょっと待ってよ事務所以外のタレント 出出しししていいきまますすとととととアイドルグルグープとかも、えー、番組に出しますということを打診したとこをたろ今回はしょうがないですけど、今後も続くようだったら、関係性を見直さなければいけませんね。ジュリコーつって、お前メンタル極太ダイナマイトかメディアに対してとんでもない権力を持ってるっていう話なんですけど、実はもっととんでもないことが判明しました。先日あの、クローズアップ現代っていう、えー、っとドキュメンタリー番組の中で、厳しく J の闇に迫った 公共放送。 あの HK 渋谷にでっかい本部ビルを持っているんですけども実はその7階がさていたこれあの HK 内部では魔の7階と呼ばれているそうでそこにはお菓子の自動販売機に群がる少年たちとそして我が物顔に歩く「マテオ北川さんの姿」が見受けられる異様なフロアだったそう。 あの HK といえば少年クラブという今考えれば恐ろしい名前のジュニアさんたちの、ああ、ジュニアさんって言ってもあれですよ。で、この千原ジュニアさんたちをの育成番組で、当時珍しかったんですけど、この番組には超マテオさんも深く制作に関わっていて、この回を半ば明け渡す形で彼らに使わせていたと。 で、今皆さん、あの HK って公共放送で受信料を取ってますよね。あの渋谷の一等地の部屋をね、勝手に使わせてたと。これ、あなたが払った受信料から使われてるってことなんですよね。これが一体何を示すのか。それは、あの事務所があの HK すらも屈服させてしまう存在からの死者である。 派遣者であると。それ何かっていうと、おじいちゃんの代から支配兵支配兵ですね。支配兵下平兵ってこと はあそうなんです。彼らからの指示だったんで、明け渡さざるを得なかったと。ちなみに先ほど厳しく求断したドキュメンタリー番組、クローズアップ現代の中では、この魔の7階についてはもちろん触れられていない。これ、局内では暗黙の了解として、長年にわたってこの部屋を明け渡していたんだそう。そして、後に、この部屋でも例の蛮行が行われていたことも暴露されており、これ、あの HK が加担していた。 と言っても過言ではないわけなのですなのにもかかわらず 年末の風物詩「紅白歌合戦に」にあろうことかあの事務所のタレントを今採用しようとしているんだとかもちろん視聴率のためなんだそうですけども結局メディアは今企業があくまでも広告を断ってるという体で出してないだけで本人たちは出したくてしょうがないんですというかほとぼりが冷めるのを待っている状態であると私は見ています。まあ、あの HK ってて戦、まあ、戦前かから戦後にかけて日本の方 放送業界をリードしてきた存在ですけども戦後変わったことが1個あるんですよそれがあの HK の時報これ時報って世界的に1953年まで 432Hz を使っていたんですけどこれを 440Hz に変えたんですよそしてあの HK も時報をこれに変えましたこれ 432Hz って 非常に体に良い,い周波数っていうふうに言われていて、逆に 440Hz はストレスを与えるものなんだそう。恐怖や攻撃性も高めるというふうに言われている。なぜあの HK はこの時報に変えたのかって話なんですよ。それは戦後日本に敷かれた例の3つの S の政策スポーツ、スクリーン。 おせっせ。この三つをもって日本国民を弱体化せよということを全メディアに命令し、その通りこの時報も変えたっていう話なんですよね。そう言われてみれば、超マテオ事務所は野球チームも作ってましたし、スポーツもやってましたし、そして映画。彼らはそれを体現したような者たちなのです。だからあの HK の7回を選挙できたし、超マテオさんは 亡くなるまで決して権力の手にかかることはなかった。これ一番の闇だと思いますけど、日本には未だに地位協定というものが存在し、某国の軍人に関しては、 日本国の法律を適用できません彼はあんな蛮行をしており今これぐらい社会問題になるぐらい叩かれているのになぜ生前は誰も口を出せなかったのかそれはあの闇の協定が未だにあるっていう証拠なんですよねこれが本当の闇なんですけどここには決して触れさせませんそこは目をつけさせずに少年たちへの蛮行であるとかそういったことばかりをクローズアップしていますけど本当にヤバいのはここですそしてあともう一つ 一つの闇はメディアですよねメディアは今被害者ぶってあくまでもスポンサーの意向でタレントを使ってないという体にしてますけど彼らがあのタレントたちに権力パワーを与えていたわけですよねそして今は手のひらを返して批判する側に立っているけど彼らこそが真の闇ですもともとは某国の政策によってメディアたちは国民たちを弱体化させていましたけどいつしか彼ら自体が 権力とととななり世論を作るることができるものっってしまったとか今回の問題で闇深いのってこの J を潰したい人たちと残したい人たち両方とも闇だっていうことなんですよね残したい人たちは今言った某支配兵絡みの者たちですよねそしてこれぶっ潰したい人たちまあ皆さん聞いたことあると思いますけど例の被害者の方々が集まってる某グループあるじゃないですかあのグループの代表と副代表の方ってまあもともとタレントさん だったんですよでその後事務所を辞めて何してたかっていうとこの J を使って仕事をしてたわけですよずっとそれで儲けてたわけですよねもちろん超マテオさんの葬,葬儀にも出てたし YouTube などにも残ってますけど J の素晴らしさなどを解いていた人物たちなんですよなんなら J の入り方みたいなのも指南してたと聞いておりますそんな彼らが急になぜこの被害者の会を統率し 今あの事務所を潰そうとしてるのかそれはバックに某団体が存在しその者たちの指令を受けてるっていう話なんですよその者たちは日本の芸能界に某半島のタレントを持ってきたい人たちなんですよね 結局、どっちに転んでも闇です。どっちに転んでも日本はやばいです。まあ先ほどの地位協定の話もそうなんですけど、これ潰したいグループもね、これ戦後急速に拡大してきた人たちで、芸能界にもたくさんいらっしゃる人たちで、それは実は日本のメディアを牛耳っているもう一人の主役であると。私たちは早くそれらを手に戻さなければいけないメディアっていうのはめちゃくちゃ重要なものだからです。これを握られている以上は新 の独立国とは言えなないいんじゃないでしょうかあの HK って随所にその闇のサイン出してるんですよね。例えば関西の NHK 第一ラジオの周波数は666です。あの HK 総合の略称は G。G といえばあのマーク。そして最近話をあまり聞かなくなったあの HK をぶっ潰す人。彼最近左目を怪我して眼帯のようなものをしてた。左目。 メイちワーこれ僕あの、朝散歩してる時猫を見かけたら呼ぶおばあちゃんの声だよ。メイツちーン。ざわざわってします。街がざわざわってしますソーダもソマリも祖国へお帰りなさい。そして私の中でお眠りなさい。いけるいけるいやなんかヨジョンちゃんがファッサーってやってるとこ想像したら。なんかワロタは女は海ってこと。 リィープにつかやもあぶがりルひとつまの手料理食べたいな明日も晴れるかな